ジョシア・レノルズによる、肖像画。第二大サンズ男爵エドウィン・サンズは、グレートブリテン王国の貴族、政治家、庶民院議員、下級海軍協を歴任した。サミュエル・サンズと、妻レティシア、1779年5月没、初代純男爵サートマス・ティッピングの長女の息子として、1726年4月18日に、生まれ、5月14日に、 ピカデリーのセントジェームズ教会で洗礼を受けた。1742年よりイートンカレッジで教育を受けた後、1743年5月21日にオックスフォード大学ニューカレッジに入学した。1756年7月8日、オックスフォード大学より DCL の学位を授与された。1747年イギリス総選挙でホイッ党候補として、 ドロイトウィッチ選挙区から出馬した。ドロイトウィッチでは、フォーリー男爵とイニントン家が1議席ずつ掌握していたが、1747年の総選挙では、フォーリー男爵が2議席を取ろうとして、トーリー党候補2名を出しており、与党保育党も候補者2名を出した。結果は、サンズ18票でそれ以外の候補者3名が19票であり、 戦艦は19票を得た候補者3名の当選を宣告して最終決定を庶民員に委ねた。候補者4名が全員選挙申し立てをした結果、庶民員はまず戦艦決定の裁定として、トマス・フォーリーとフランシス・ウィニントンの当選が宣告されるべきだったとし、その1週間後に選挙結果に対する裁定を行った。サンズが選挙申し立てで、 フォーリーの得票のうち、9人が実際は選挙権がなかったことを証明したため、庶民員は、フォーリーとサンズの当選を最定、サンズが逆転当選した。1754年イギリス総選挙では、初代入閣する公爵、トマス・ペラム・ホリスにより、ボッシュニー選挙区の候補者に選ばれた。ボッシュニーでは、エドワード・オートリー・モンタギューと、初代エッジ・カム男爵・ダンシャク。 リチャード・エッジカムが一議席ずつ掌握しており、サンズはエッジカム男爵の指示を受けて当選した。選挙に必要な経費は1500ポンドでそのうち1200ポンドはサンズが支払うと決められた。1757年暫定内閣では1757年4月から7月まで短期間下級海軍協を務めた。1761年イギリス総選挙では、 入閣する公爵の候補者リストから外されたが、ウェストミンスター選挙区選出の庶民院議員、エドワード・コーン・ウォリス閣下は、ジブラルタル総督に任命されて、議員を退任すると、公認としてサンズを推薦した。ウェストミンスター選挙区はこの時代では常に社会地位の高い人物が議員に選出されており、1754年から1790年までの、 間の議員14名のうち9名が貴族の息子、1名がアイルランド貴族、4名が順男爵だった。サンズも男爵の息子だったが、父が1743年に助釈された新興貴族だったため、入ッする公爵はサンズがウェストミンスターを代表するに足りる名誉があるかどうかの確信を持てなかった。そして入ッする公爵が 選挙区で勢力のある第四代ベッドフォード、公爵ジョン・ラッセルに打診すると、ベッドフォード公爵は、国王ジョージ三世が受け入れられる人物であればよいと、返答した。ジョージ三世は、ティッチフィールド公爵、ウィリアム・キャベンディッシュ・ベンティンクに出馬させたかったが、結局サンズが出馬して、無投票で当選した。議会では演説の記録はなかった、グレンビル内閣期に、ジョン・ウィルクスと、 一般逮捕状をめぐる採決で野党に同調して投票し、チャタム伯爵内閣期に土地税をめぐる採決で政府に同調、グラフトン公爵内閣期にウィルクス当選問題をめぐり政府に同調した。1770年4月21日に父が死去するとサンズ男爵位を継承した。 弟マーティンとその妻メアリーが1768年と1769年に相次いで死去すると、二人の娘、メアリーの保護者になったとされる。1797年3月11日にオムバーツリーコートで死去、オムバーツリーで埋葬された。子女がおらず、借位は廃絶した。莫大な遺産を残しており、妻、アンナ・マリアが継承した後、 1806年11月にアンナ・マリアが死去すると二大サンズ男爵の弟マーティンの娘メアリーが継承した。ザ・ジェントルマンズ・マガジンは1800年にサンズ男爵を素晴らしい判断力はなかったが他人からの助言は苦もなく受け入れた。イングランド氏や議会、特に庶民院のしきたりに精通し、庶民院議員としては会議に欠かさず出席したと評した。 1769年1月26日、アンナマリア・キングと結婚したが、二人の間に子供はいなかった。ありがとうございます。